じゃあ、ゆうこさん、これ一応俺繋いじゃうけど、ダメだったら拒否するっていうの出るから、拒否して。大丈夫だったら、OK する。これ断っていいからね。何受けてるのよ、ゆりこさん。やめてください。おはようございます。いや、だから、拒否しなさい。切ったじゃない。切りなさい。もう分かった分かった、切りなさい。映っちゃってるの？いや、切らなくてもいいんですけど、おはようございます。どうしよう、どうしたの？今、おはようございます。おはようございます。朝からおはよう、朝からゆりこさんが見れました。いやー、本当に、起きたばっかりです。すいません、レオキユリコ、すいません、私のところで。すいません、大丈夫です、大丈夫です、はい。ご無沙汰してます、お元気ですか？元気です。インスタ見てます、お元気そうで何よりでございます。いや、おととい？昨日？そう、おとといだ。おととい、ムロさんを探したんですけど。そうなんですよ。無理だったんです。いろんな友人から、連絡が来まして、ユリコさんが呼んでいると。あ、ちょっと私その日作品を発表してまして。あ、そうみたいですね。私もちょっとね、顔を出せない強しだったんですよね、ゆり子さんの前で。ちょっと見せられるような顔ではなかった。何も知らなくて。いいんです、いいんです、すいません。いいんです、恥ずかしい、これ本当に。これすごいですね、ゆり子さんが来た途端数字がどんどんバクバク上がってます。いや、恥ずかしいです。もうみんな俺の上を見てないです。下画面ばっかり見てる。いや、ムロさん、毎朝ライブやってるじゃない、うん、はい。これはごめんなさい、私なんか見ちゃいけないような気がして。実は見ちゃいけないものやらないでしょ。そう、何やってるんだろうってずっと思ってたんですけど、うん、朝ごはんを作ってるんですか？そうじゃない、ね、うん、朝全く中身のないことを喋ってるだけです。2、30分。毎朝同じ時間にやってますよね。そう、8時16分にやってるんですよ。ねえ、16分。そう、朝ドラ終わりの1分後からやってる。うん、ああ、なるほど。うん、はあ、さすがの室さんのなんかいろんな気遣いを感じます。気遣い。私はもうね、お邪魔なんでどきます。いや、いいですか。でもそうですよ、長時間もあるから。はい、またよかったら来てください。はい、っていうか朝見れて嬉しかったです。本当に。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。またご挨拶させてください。はい、また、はい、ありがとうございます。来てください。失礼します。ありがとうございます。はい、じゃあね、ゆりこさん。はい。